いたしました。飯田線ご利用いただきましてありがとうございます。ご利用の列車は臨時快速佐久間レールパークフィナーレ5号中部天竜行きです。この先の停車駅と到着時刻ご案内いたします。次は豊川に停まります。豊川には8時39分、新城9時5分、本長市の9時18分、終点の中部天竜には9時59分に到着いたします。列車は4両で運転しております。4両ともすべて自由席となります。4両編成ですべて自由席となります。お手洗いの設備は中ほど2両目と一番後ろ4両目にございます。車内およびお手洗いは禁煙です。タバコはご遠慮願います。お客様にお願いいたします。発車間際の駆け込み乗車は大変危険ですのでおやめください。また駅ホーム上では列車が到着、発車する際大変危険ですので黄色い線の内側までお下がりください。事故防止にご協力をお願いいたします。車内での携帯電話ご使用はあらかじめマナーモードに切り替えるなど周りのお客様のご迷惑とならないようご配慮ください。車内への危険物の持ち込みは禁止されております。お客様のお近くに不審な荷物などありましたらお手数ですが触らずに車掌までお知らせください。担当します乗務員運転士ごと車掌原です。終点の中部天竜までご案内いたします。臨時快速佐久間レールパークフィナーレ5号中部天竜行きです。次は豊川に停まります。ありがとうございます。今日も飯田線ご利用いただきましてありがとうございます。
ご利用の列車は臨時快速佐久間レールパークフィナーレ5号中部天竜行きです。ここで飯田線についてご案内申し上げます。この飯田線は愛知県の豊橋から静岡県を経て長野県の辰野までを結んでおります。全長約 196km の路線です。元は豊川鉄道、蓬莱寺鉄道、三新鉄道、伊那電気鉄道の私鉄4社によって連絡されておりました。駅の数は全部で94、トンネルは138、橋梁は379ございます。飯田線の沿線には日本三大稲荷の一つである豊川稲荷や仏法僧で有名な蓬莱寺山をはじめ、湯屋温泉、愛知県民の森、佐久間レールパーク、佐久間ダムがあり、中部天竜から先、天竜川の渓谷を眺めながら稲谷へ入ってまいりますと、右に南アルプス、左に中央アルプスの雄大な山々がご覧いただけます。これから先、車窓に移り変わってまいります景色をどうぞお楽しみください。まもなく豊川に到着です。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。反対列車待ち合わせいたします。1分少々お待ちください。8時41分に発車いたします。豊川の発車8時41分です。ご注意ください。まもなく豊川に到着です。左側のドア開きます。ドア付近のお客様ご注意ください。豊橋から天竜、時間がまず1時間、どうもありません。